アッシャ、今までありがとう。ようやく仕事に一区切りつけられたわ。アーシャが手伝ってくれたおかげね。今まで本当にありがとう。帰ってしまわれるんですね。お二人がいなくなるって思ったらすごく寂しいです。そんな顔しないで。寂しいのは私たちも一緒よ。行ったこともない土地で会ったこともない人と交流して、そんな暮らしが最初からすんなりできたのはアーシャのおかげ。おかげで食いはぐれることもありませんでした。アーシャのおかげです。はい。あの、また会えますか？会えるわよって言いたいところだけど、こればっかりはわからないわね。次に派遣される調査隊に私たちが加われるかどうかは上の人事次第。アーシャ、下っ端役人は大変なんです。個人的に訪れるにはここは遠すぎる土地だしね。そんな、じゃあもしかしたらもう二度と会えない。それなのですが、アーシャ、マリオンから一つ話があります。え、お話ですか？この話をするべきかどうか随分迷ったんだけど、やっぱり私もあなたとこのままお別れになっちゃうのは嫌だから。でも無理にとは言わない。あなたが自分で考えて答えを出してほしいの。はい、何でしょう。私たちはこれから中央に戻るの。こことはまた違うけど悪くないところよ。その地へ、もしよかったら私たちと一緒に。私たちと一緒に来ませんか、アーシャ。え？私がマリオンさんたちの町に？町と比べてもう一つ大きな国っていう概念で運営されている場所よ。錬金術師には国から手厚い補助も出る。あなたのような錬金術師も何人かいる。本当によく考えてほしいの。あなたの人生を大きく変えることだから。でももし私たちと一緒に来てもいいって思ってくれるなら、あなたがここで私たちにしてくれたみたいに向こうに行ったら手助けをするわね、リンカ。もちろんです。アーシャは友人であり友達であり親友ですから。マリオンさん、リンカさん、ありがとうございます。私は、というとても感動的なお話だったはずなのに、どうしてこうなったのでしょう。いやー、ごめんなさい。まさか帰りの船で転属命令が来るとはね。さすがの私も予想しなかった。わあ。マリオン、暑いです。髪を切る許可を。それはダメ、絶対ダメ。では服を脱ぐ許可を。それも絶対ダメですよ。それにここは夜になったら急激に冷えるから、そん時まで取っときなさい。あ、マリオンさん、あっちに水場が見えますよ。冷たい水。言っとくけど、この辺りに水場なんてないからね。逃げ水よ、逃げ水。追っかけるだけ無駄よ。逃げ水って何ですか？暑い日によく出る水があるように見える錯覚よ。冷たい水は中央に戻るまで我慢なさい。それっていつ頃になるんでしょう？
さあ、いつかしらね。季節が3回くらい巡っちゃうかもしれないわね。3年ってことですか？そんな。それもこれも、マリオンが下っ端役人だぜ。言ったわね！私だって飛ばされたくて飛ばされてるわけじゃないの！ああ、もう、こうなったらやけよやけ！とことんやったろうじゃないの！アーシャ、マリオンが言うには、人生とは、一寸先は闇、ということです。闇の方が涼しくていいかも。ほらそこ、ごちゃごちゃ言わないの。無駄に喉が渇くだけよ。さあ、砂漠に眠る古代の遺跡よ、待って。